福岡ソフトバンクホークス26イニング無得点。これ、あの日、一体何が起きたんや。指笛禁止されて調子狂ったんやろ。今江俊明が作詞のやつだっけ。ピューピューイピューピューピュー。ふざけて指笛吹くやついそう。小久保もわかりやすすぎるテンパリ具合だったよな。指笛なし便器 VS ハマスタベースどうなってしまうんや。ガチで近藤3番に置いてれば普通に点入ってるよな。栗原山川のせいで無得点。ソフトバンクの、あの日、研究されてしまったんだろ。つまり横浜の星は有能。指笛っていうか山川が抑えられてるのが原因やろ。今日は指笛 OK だから勝ちや。3割打者はいっぱいいるのに全く点取れない謎。普通に今宮と近藤は打ってるから打順上げるべきだよね。山川は西武時代から調子極端なのになぜ国語は短期決戦でも不調時の山川を4番で使うのかなぞ。シーズンと違って1試合の重みが違うのに。周東近藤山川が現状一番マシな打順なんやろうけど国語は絶対やらんやろな。サイン伝達と強奪頼りの昭和読売野球してたら空生え抜きが全く育たず焼け野原になるわけですわ。ガチで爆笑した意味を教えてほしい。普通なら東に同情してファンに呼びかけるだろう。ご視聴ありがとうございました。